水泥古墳水泥古墳の一水泥古墳は奈良県五世市古瀬にある古墳2期の総称。国の史跡に指定されている奈良盆地南西園丘陵線端部に築造された古墳2期の総称である。北側の丘陵地では群衆墳である小瀬山古墳群の分布が知られるが、それらから離れた独立墳として所在する。2基はそれぞれ 北古墳、南古墳と呼び分けられ、いずれも主体部の埋葬施設を横穴式石室とし、北古墳の方が若干大きい規模になる。南古墳の石室内の石棺に蓮華文が掘り出される点で特筆され、古墳文化、仏教文化の結合を示す数少ない例として知られる古墳になる。この水泥北古墳、 南古墳は古墳時代後期の6世紀後半引く末頃、古墳時代終末期の7世紀初頭頃の築造と推定される。被葬者は明らかでないが、仏教を先進的に導入した有力主張の墓として一体を治めた古代豪族である古世氏の名主墳に位置づけられる。古くから日本初期、光玉天皇元年12月上に見える祖外像。 イルカの墓に否定する説も挙げられるが、近年では、蘇我エ像、イルカの死去に20年先行することが判明しているため否定的である。2期の古墳域は1961年に国の史跡に指定されている。水泥北古墳、または水泥塚穴古墳は、円墳。直径約20メートルを測る。現在は、個人邸内に所在する。主体部の埋葬施設は、 両袖式横穴式石室で南方に開口する。石室規模は次の通り。石室の床面下には排水管として瓦室の土管約20本が追掃時に付設されている。また、石室内部には石管が据えられたと推定され、石管石材と見られる業界岩方が検出されている。築造時期は、 古墳時代後期の6世紀後半低水頃と推定される。水泥南古墳、または水泥レンゲ分石管古墳は北古墳の南約100メートルに所在する円墳。直径約25メートルを測る。主体部の埋葬施設は両袖式横穴式石室で南方に開口する。石室規模は次の通り。原質床面には円力が敷かれ。 石有化の下には排水溝を有する。石室内部には栗抜き式気型石管2基があり、1基は検出に、1基は沿道に据えられている。それぞれの内容は次の通り。出土品として発掘調査では混同性耳は末期が検出されている。築造時期は古墳時代終末期の7世紀初頭頃と推定される。ありがとうございます。